桃侍。どう？可愛くない？ピンプクのニックネーム、桃侍で。この頭のね、ちょんまげみたいなのついてるから。桃侍で。おいおい、なんだよ、この可愛い物体はよ。桃侍よろしくな。うぃー。いや、ピンプク、こんな可愛かったんだな。ピンプクを世界中にばらまいたら、この世から戦争はなくなるね。間違いない。あ、ビードルじゃん。え、ちっちゃ。え、ビードルってこんなサイズあったの？え、ちっちゃくね、ビードル。もっと普通に成人男性ぐらいあると思ってたけど。おい、何か飛ばしてるよ、ムクバードが。ちょ、待って。ちょ、ビードル捕まえたい。え、ちっちゃい。あ、逃げた。おい、待て。止まれ。おら、しゃ。さすがランコ。ランコの狂犬がうなっている今日も。イエーイ、ビータル捕まえたー。 やべえな、めっちゃレベル上がってるみんな。あこれビータルのダムじゃない？え、絶対そうだよね。え、すげえ作ってるダム。あランコが不満そうな。嫌そう、顔が露骨に。だが進むぜ、川を渡るぜ、ランコは。ヌーの大移動のようにな。こうやって水中でポケモン出したりできるの？ああ、無理か。さすがに。ビーダルだな？あ、ビーダルもダメなんだ。待って、足が。ランコ、ランコ！ちょ、ごめん。ランコめちゃめちゃ溺れさせちゃう。すまん、ランコ。おお、クソデカビーダルだ！あ、いや、俺、普通にナチュラルでこれぐらいのデカさろうと思ってた、ビーダルって。あ、デカくてこのサイズなんだ。え、ててててて、ちょ、待って。いや、戦う気ないから。ビーダルもう持ってるし。レベル16。あ、捕まえられそうだけど。いや、ごめん。もう疲れてんじゃないか。いや、じゃあこのビーダルはいいわ。ごめん。そんな。おい、闘争本能むき出しか。やめとく。前歯と闘争本能をむき出しにするのはやめろ。あ。頑張れ、ランコ。あの山を登ったお前ないけど。よし。あ、コダクだ！え、すげえ！じゃあコダクいる、ランコ。見て。何か川の流れを見ている、じっと。おい、コダック捕まえず、ランゴ。おら！よし！頭頂部にナイスヒット！来い、来い。んー、8切れんばかりのホーマンボディ。いってぇ、てめぇ。おら、殺人しろ！よし、どこ見てた、今。よそ見してやがった、戦闘中に。やったー！よしよし、コダックゲット。お、ネギ生えた。コダックのいた場所からネギが生えた。コダックの頭の毛はネギだったのかもしれない。お、誰かいるぜ、ランコ。いきなり投球。あ、戻ってきた。くそ。圧をかけてやろう。あ、オッケーオッケー。寝とる。ちょっと話しかける前に、ポケモンで囲むことによって圧をかける。話を、こちら側に有利に進めるために。やっぱり見知らぬ土地で、見知らぬ人と話すときは、これぐらいやっとかないと。ランコの指パッチで全員が襲いかかってくるね。ああ、戻した。はじめまして。ランコです。俺は新時代のキクイ、バサギリを世話するキャプテンだね。あ、この人がバサギリを世話してんだ。あ、ちっちゃ。あれ、子供？ズバリ君はバサギリに会いに来たね。はい。わかるわかるのだよ。あれ？強くてかっこいいバサギリがさらに強く。あれ、ヤーコンさんの帽子じゃない？これ。あれ？あ、ヤーコンさんの先祖？だけど合わせないね。今のバサギリは強すぎるからね。その帽子、代々伝わってたものだったのか。先日の雷はおそらく神王様の力。それを浴びて強くなったのだね。あ、やっぱり雷を浴びて凶暴化したんだ。そこをなんとか？あ、霧。そこをなんとか。あ、うひょー。なんと、君のバサギリへの熱い思い、キクイにも響いたね。めっちゃ簡単に響いたな。ちょっとランコが強い顔しただけだったけど。いずれにしろ君の思いは無関係。カイさんからきつく言われてね。誰もバサギリには近づけないからね。いやでも、言われてきたんですけど、あの責任シパに。キクイ自慢の相棒、ヌメラと共に。お！あ、ヌメラ持ってんの？追い払うからね。え、見して、ヌメラ見して。見た。あ、相手をします。じゃあ相手させてよ。
ムカムカするね。忠告で追い返そうとしてる。いや、ちょっと見るだけだから、ちょっとヌメラ見たいだけだから。理解できないとはね、悲しいね。あ、え、バトルするんですか？いけ、ヌメラ！溶けろ、ヌメラ！いきなり溶けちゃっていいの？もうすでに溶けてると思うけど、ヌメラ。あー、ヌメラだ！デパス行け！ちょ、ヌメラどこに出んの？欲しい。ちっちゃい！おい、ヌメラ、ヌメラ、ヌメラ！わー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 。あー、どこ行く、どこ行く。ちょ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。え、いいなー、ヌメラ。え、てかさ、ヌメラってさ、この、ダイパじゃ出てこないよね。え、他の地方から取ってきたの？え、いいなぁ。え、その勝手に繁殖させていいの？外来種を。まあいいや。え、やるか、じゃあ。じゃあ、とりあえず安定の催眠術。おい、通るぜ。さすがデパスんだ。眠気に襲われてる。あ、溶けてる。もう溶ける必要ないぐらい溶けてるのに。守りの力が上がった。サムライウィンド！いけ！いいぞ！あー、ギリ残し。わっしゃ、やめろ！サムライ、大丈夫か？無事でござったか。よっしゃ、とどめの侍ウィンドだ。よっしゃ、ヌメラこう見えてドラゴンタイプだからね。最初水とかかと思ったよ、ね、見た感じ。オッケー、レベルアップ。水エスパーとかだと思ってた。落ち込んでる。なんたる。ねえ、ヌメラどこで取ったの？教えてよ。負けたけれど忠告の続き。今あってはいけないね。バサギリあっちゃダメなの？バサギリは本当に危ない。近づくとガンガン殴りかかってきてね。いや、そんな他のポケモンで十分体験してるから。いつもならお供え物2つの好物をバサギリにあげれば嬉しそうに食べて落ち着くのにさ。あ、そうなんだ。キャプテンの俺ですら好物をあげたくても暴れ回る。あ、雷のせいでバサギリに近づけないからね。いや、でもランコが何とかしに来たんだけど、そこを。よそ者の君には無理な話だね。マジか。あ、カイちゃん。バサギリや怪しシの先祖は、シンゴウ様より力を授かり、突然話に入ってきた。ポケモンや人を守ったとされている。いや、カイちゃんマジどこで服買ってる？私は信者も恩恵を受け、翡翠で生きてるからね。いや、カイちゃんの服めっちゃ可愛くないそれ。そのショートパンツとかどこで売ってんの？カイさん。なあ、ランコ、カイちゃんめっちゃオシャレだよな。美容室教えて。バサギリが強くなったというが、あれでは厄介者だよ。うん。雷を浴びせたとしたら、偽りの神王様ではないのか。確かに、雷、何なんだろうな。金剛団が崇める偽りの。あ、なるほど。金剛団の方の神の仕業だと思ってんのか。バサギリは私たち新時代にとって大事なポケモン。よそ者に任せるのではなく、私たちで何とかしたい。うん、なんかそういうこと言ってたね。そう考えてはいるが、荒ぶるバサギリは一刻も早く沈めなくては。うん。襲われる人やポケモンが増えれば、金剛団や銀河団とも揉める。よそ者の前でめちゃくちゃ内情喋るじゃん、カイちゃん。あ、低い。おい、空から落ちてきたやつ。銀河団であればなんとかできるのかね。お、態度変わったな。いや、正直あんまよく分かってないんですよね。とりあえず行けって言われただけで団長に。いや、分かんないっす。どうしたらいいんすかね。電木さんに命じられた任務だろ。いや、そうだけど。バサギリの好物はキクイと私で用意する。あれ、あ、なんか急に協力してくれる雰囲気。広い翡翠を駆け回ってもなんとか解決を見つけてほしい。あー、もうよそ者の手を借りても解決したいって感じなのか。いや、でもどうしたら。お、電話だ。あれ、アルセウスフォンが反応してる。もしもし、不思議な力で一瞬でベースキャンプまで移動できます。知っています。知っている情報でした。あ、なるほど、博士に会うのか。ちょっとカイちゃん、カイちゃん、服どこで買ってる？バサギリが嫌われたままで良いわけはないのだから。あ、リーダーとしてね。なるほど。強いままでいいのに。でも、カイさんを困らせるのもね。あー、キクイはカイちゃんのために沈めてほしいって感じか。ちょっと桃侍見てよ。見て、可愛くない？カイちゃん。カイちゃんね。反応薄ー。
おい、キクイ、キクイ。キクイは桃侍とか好きじゃないね。ね、可愛くない？ほら。挨拶してるよ。いや、無表情。やっぱこの桃侍みたいな可愛いポケモンも怖いのかな。投げるのです。え、何を？あ、もう任務を放り投げる。ランコ君は投げる才能に優れていますから、バサギリの好物を投げつけるのです。え、なるほど、詳しく。いや、詳しく KWSK 詳しく。モンスターボールを作る技術で2つの好物を玉にするのです。ほうほう。沈める効果の玉、名付けるならリラックス玉ですかね。リラックス玉、そのまんまだな。ラベン玉にすれば、いや、それもやだよ。ラベン玉呼びもやだよ。毎回博士ちらつくじゃん。そのネーミングですと僕が投げられることになる。いや、そういうわけでもねえだろ。双葉鈴木竜は別に鈴木が恐竜になった姿じゃないから。ちなみに2つの鉱物は真珠団が用意してくださるのですね。おう、言ってたね。ランコ、真珠団に知らせるため。うん、急にテンション上がったな。巨木の戦場に戻るとするか。あ、テルも来んの？巨木の戦場でしたら、まずは高台ベースに向かうのがいいですね。ああ、またあそこ戻んのか。いや、あそこ地味に遠いんだよな。前がオッケー行くか、じゃあ。巨木の戦場へ。くんくん。匂いよし！行ってきます、隊長。あ、あれ？怪しし様！あれ、関西パと怪しし様じゃん。あ、キュエーン！あ、そんな鳴き声だったんだ。意外と可愛い鳴き声。怪ししに語ったのよ。語った？ランコってやつが荒ぶるバサギリを沈めるために原野を駆け回ってる。しかもそいつは混合団でも真珠団でもない。ほう。え、関西シパが？時空の裂け目から落ちてきた迷い人なのによってな。え、そ、ポケモン語喋れんの？関西シパ。キュエンキュエン言ったの？そしたらご覧の通りよ。え、ご覧の通りって？ありがたいだろ？え、あ、ランコを見つめる優しい眼差し。ありがとうございます。怪ししはあんたを認めたんだ。だったらよ、笛を渡すべきだよな。認めた？笛って何？ヨネ、頼んだぜ。え、なになになに？あ、なんかくれんの？笛くれんの？笛って何？大事なこと教えるからよ。耳を澄ませて聞きな。え、なになになに？え、関西シパ歌うの？なんか。あ、ダイパのやつだ。ダイパのタイトル画面のやつだ。え、なに、何が始まるのこれ。救援、あ、怪しし様歌い出した。これは。ヨネが鳴らしたのは、神なぎの笛。怪ししを呼び寄せ、乗せてもらうための大事なもの。神王様から授かったと伝わる神なぎの笛ふわあんたに譲るぜじゃん。ランコを見つめる優しい眼差し、ありがとうございます。いいんだよ、俺には笛の才能がねえから。いや、歌の才能はあるみたいですね。今の旋律、あんたも、ランコも歌うの？まあいいけど。あ、神王様から、もういいか。お、すごい、一瞬でマスターしてるじゃん。あ、これを聴けって言ったのね。関西パの歌を聴けってことかと思った。ランコの旋律を心に刻み込んだ。おう、え、で、お、お、寄ってきた。え、救援、え、何それ。怪ししから不思議のプレート。いや、何何、ちょっと困ってんじゃん。誕生日に全然欲しくないものもらった時の顔じゃん。不思議のプレート、ありがとうございます。いや、ランコの顔もっとあっただろ。神なぎの笛を吹き、怪しし様と駆け回りな。駆け回る。巨木の戦場にいるバサギリを沈めるんだよね。え、え、な、な、駆け回るって何。いや、あ、乗れんの。あ、マジ、怪ししごっこできんの？マジの。こくり。おお、すげえ。あ、ライドポケモンだ。疾走できる。あ、疾走できるようになったんだ。お、あ、すげえすげえすげえ。あ、乗れるんだ。へえ。ライド中も野生ポケモンの攻撃。あ、はい。え、乗りたい乗りたい。あ、
プラスボタン。こう。おお、すげえ。怪しし様。ランコを乗せる温かい背中。ありがとうございます。すごい。早い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 。これめっちゃいいじゃん。これめっちゃいいじゃん。博士博士、見て見て見て。埋まっちゃってるね。無礼者。不届き。ランコ、食っていい。食べちゃダメ。頭のポンポンは。食べちゃダメ。お腹壊すよ。もののけ姫ごっこやめようね。風船割りの達人。風船ちゃんを17個以上割ってみよう。おお、やらせやらせ。さあ挑戦していくか。いや、やるやるやる。これは怪しし様に乗るのか。風船ちゃんは全部で30個。45秒以内にいくつ割れるかな。おおお。なんかこれさ、剣立ての時もあったな、自転車乗って。パパパーンと頑張ってね。オッケー。どんな感じなんだ。あ、呼んでる。お、不安定だ。あれ終わるのね。オッケーオッケーオッケー。 B でダッシュ。おお、すげえすげえすげえ。あ、怪しし様めっちゃ速え。すげえ。はいはい。あ、結構でも操作に癖があるな。ジャンプ。オッケー。よし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 。なるほどね、そういうことね。あー、怪しし様ちょっと待って。オッケーオッケーオッケー。30個30個。これどうなんだろう、間に合うのかな。次、あー、ここか。オッケーオッケーオッケー。ジャンプ。よし。オッケー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 。どう、いい感じこれ。あ、でも30個か。あ、待って、カメラワークがなんか。あ、よし。あ、怪しい様。オッケーオッケーオッケー。よし。はい、ジャンプ。ジャンプ。オッケー。あー、くそ、惜しい。マジか、もうちょっとだった。怪しい様。お疲れ様。今回割った風船ちゃんは29。いやいや、あと1個だったのに。じゃあもう1回やらせて。すべて割る日は近い。そんな君にはこれをあげよう。あ、なんかくれんの？何？星の砂。あ、ありがとうございます。ということは目標17個。ああ、これで一応達成なんだ。めっちゃいろいろくれたな。もう1回やりたい、ちょっと。いや、ちょっとカメラ！カメラがマジで！勝手に動かさないで！ちょっと、うわっ！あー、怪しし様ー。デイーンを。うるせえ。おー、よし。オッケーオッケー。いや、いける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 、いける、絶対いける。あー、よし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 。いやー、そんなバカなー。あ、いった、やった。おーら、怪しし様。おい、ここをやった。怪しい様やりました。やったやったやった。完璧だ。全ての風船ちゃん割ってしまうとは。君は風船割りの達人だね。いや、ランコではなく怪しい様です。風船割りの達人よ。おお、金の玉だ。ありがとうございます。怪しい様、おじさんの金の玉ですよ。こちらをお納めください。やったー、クリア。これこれで完全クリア。あ、不思議な飴。よし。あ、持ちきれない金の玉を道具箱に。金の玉が持ちきれないぐらいあるなんて幸せなことだね。いや、やったー、やりました、怪しし様。イエーイ。桃侍、桃侍。お、なんか可愛いことしてる。な、ちょっと何してんの桃侍。そんなゆらゆら揺れて。可愛すぎの罪で、座敷牢行きでござる。おお、おお、すごい、怪しい様すごい。すごい。あ、待って。いや、これもうランコが登山する必要ないじゃん。怪しい様でめっちゃ登山できんじゃん、これ。おお、すごいすごい。すごっ。もっと早く乗せてほしかったこれ。もう我流の登山方法編み出しちゃった俺。怪しし様に頼らない。おい、あ、食らうんだ。高すぎると食らうんだね。なるほど。すげえ、これめっちゃ便利じゃん、怪しし様。これなるほどね、岩とか木の実は一回降りないといけないんだ、怪しし様から。
そういうことか。ここちょっと不便。ああピチューだ。てめえここで会ったか100年目あの日の仇、おら、その技はもう見切っている。逃げるな卑怯者、煉獄さんのように戦え。ランコは負けてない。おら、よしよーい。ニコ、あの日のランコの仇は取ったぜ。見てるかランコ1号。うっ、カビゴンだ。カビゴンがいる。あ、メンヤカメンヤが強いカビゴンだ。え、ちょっと待って、あミスった。ちょ、ランコ式とばん。ああ、ありがとう。壊してくれた。ちょっと待って、え、カビゴン欲しい、カビゴン欲しい。え、てかゴンベが欲しい。卵を産ませてゴンベ、ゴンベ作ろうぜ。今作卵、ああえ、待って、捕まえられるかな、どうかな。はぁ、見られてる、見られてる。おぉ、よし、先手必勝、オッケー、不意をついたぜ。さあ、かかってこいや。そして卵を産め。うでっけえ丸、レベル45、よしよしよし。いや、まあキャロップが40で捕まえられたから、まあまあまあ、とりあえずサミン、よし、オッケー、通るね。いいね、偉いぞ、デパス。お前の催眠は世界一、いいぞ。そして何、神クラック、デパス。てめえ、デパスは水と一緒に服用してください。10万馬力、グロック。いや、それやめえ、ちょっと、おい、ちょっと、マジ馬力中なんだけどこいつ。いやひえひえ、いや、ダメだ、勝てねえ、やべえ。いや、これはもう行こう。いやー、ちょっと、わーん。カビゴンのおじちゃんが一応、おい、何やってんだ、やめろやめろやめろ。何もないとこに岩を降らすな。いや、ちょ、待って、正直勝てるビジョンが全然浮かばなかったな。さすがにまだ無理か、カビゴンは。おー、すげえ、何あれ、湖だ。なんか真ん中に島があるな。これは今の段階ではいけない感じかな。てか、そのうち、ああ、そのうち波乗り的な手段が手に入る感じなのかな。すげえな、めっちゃフィールド広いな。戻ってくるわ。ビータル。おい。あ、あ、すげえ、泳いでる。おい、何満喫してんだてめえ。これって、ちょっと待って、ワンチャンこれある。ちょっとビータル、ビータル、うわー、ちょっと、あー、助けて助けて助けて。おい、何手振ってるてめえ、お前。あ、ダメか、やっぱダメかこれ。いや、ワンチャンビータルに捕まったりできるのかなと思ったんだけど。もう、あいつはここで暮らしてもらおう。戻ってきた。あ、レントラーだこれ。すげえ、ルークしようかと思ってた。ああ、分かった分かった。待って待って待って、コリンク一族マジで気性荒いなー。すげえ襲ってくんだけど。お、あ、ユンゲラ、あ、ユンゲラだ、ユンゲラいる、ユンゲラユンゲラユンゲラ。野生でユンゲラいんの。ユンゲラって元人間じゃなかった。怖っ。わ、すげえ、野生のユンゲラーだ。ちょ、捕まえようぜ、ランコ。ケイシーより先にユンゲラーを捕まえることになるかもしれん。そろりそろり。あっ、グルリン。よし。どう、ランコ、ユンゲラーの尻尾。お、痛い。あ、やべ、バレた。これバレてるやつ、どうだ。あー、バレてるくさい、くっそ。ナメプしたー。いっつもナメプするわー、ランコはー。あっち行け、あっち行け、あっち向けって、あっち向け。いや、ずっとこっち見るじゃん。あ、ルクシュ、あっち向いたよ。よし、バカが、けえ、来い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 、暴れるな、暴れる、よーっしゃじゃあマジでケイシーより先にユンゲラ捕まえちゃったわ。やっ
ったぜ。おい、マネネがいるぜ。おら、ついでにさらってやら、ついでさらいが今、おお、出やがった。ついでさらいが、さ、ついでさらいが今ランクの中で大ブーム。し、どうかな、どうかな。オッケー、やったー。よし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 。まあね、ついでさらい大丈夫だからね、調査ポイントを貯めるためにも。あっ、あ、ケシル、シュシュシュ、やべえ、回り込め回り込め、ランコ回り込め、見つからないように。え、消えちゃったかな。あっ、いた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 。よし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 、くくく、あっち向いてる、あっち向いてる。慎重に慎重に、ランコバレてない時のテレポートはただの移動なの。よしよしよし、いけるいけるいける。えっ、どこ行った、どこ行った、どこ行った、いた、よし、おら、あー、まずい、あっ、おら、よし、テレポート直前直撃、どうだどうだどうだ。やったーやったぜー、ニコー、念願のケーシーだ。これで島星隊長のケーシーを書かずに済むようになったぜ。おー、あんな感じで群れるんだなー。カンデラ、仲間入ってこい。あ、ダメか。すげえ、レントラーを中心としたプライドを作っている。お、え、あれ、フーディンじゃない、なんかチラッと見えたぞ今。お、おー、クソデカフーディンだ、すげえ。うわ、すっげえ、フーディンがいる。え、通信進化したんですか。どうやって、誰と、どこで、どうやって通信進化したのこれ。うわ、すげえすげえ、フーディンだ、かっけえ、浮いてる。え、ちょっと戦ってみよっかな、戦おっかな。さすがに勝てないと思うけど、でも捕獲はワンチャンあるんじゃないか。いや、フーディン欲しい、絶対欲しい。通信進化、野生で通信進化したフーディン欲しい。よし、あっ、不意打ち取れなかったか。いや、まいまいまい、ゴーストタイプって確かエスパイン抜群。はあ、早技、かっけえ。おお、最高記念っす、出ますー。あー、ちょっと強え、かっけえ、フーディン噛みつく。おー、いいね、さすが、やっぱ耐久弱いな。自己再生覚えてる、マジかー、これ無理だー、あー無理だー、ビーダルー、マジかー、自己再生あんのかー。いや無理だな、自己再生覚えてたら絶対無理だなー、弱らせんの。いや、ここは逃げるか、逃げよう逃げよう、全く諦めた。さよなら、また来まーす。いや、すげえ、でもかっけえ、フーディン。いつか欲しい。ほら、お、あ、バリアード。え、バリア張ってる。え、すげえすげえすげえ。いや、そんな何でもない時も張ってるもんなんだ、バリア。趣味。うわー、すげえ。いや、こうやって見るとマジ人間だなバリアードってマジ何なんだよ。うわ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 、おら普通に事案だもんな、ちょっと。やった、捕まえた。はっ、なんかされた。はっ、当たった、なんか念力。あ、待って、ランコ、あっ、あー、ランコは寝とる、大丈夫か。グオーっていびきでけえランコのいびきでけえ。あ、あっちにもバリアードいる。うわぁ。うわうわ、怖い怖い怖い。ああ、張ってる張ってる。ははは。いや、マジ怖すぎだろ、バリアードって。なんなんだよ、こいつ。おぉおぉおぉ、なんだなんだなんだ。おぉおぉ。ああ、なるほど。あ、これバリア張ってるとき、ボール、これ無効化なんだ。そういうことね。うわぁ。ちょっとこの、自然の中にいるバリアード、違和感ありすぎだろ。ははは。普段どこで、寝床はどこなんだこいつの。ずっとバリア張ってる壁を、あ、おら、めっちゃ捕まりやすいなあ、あ、あ、ポークチョだ、ポークチョ、ポークチョ、トリトドンだ。うわー、あ、ちっちゃい、意外とトリトドンって。こんにちは。あれ、あ、あ、襲ってこないんだ。あ、逃げてる逃げてる。あ、かわいいかわいいかわいい。バグチョ、バグチョ。ああ、ああ、飛んでる飛んでる。バグチョ。
じゃあ、え、トリトドめっちゃ可愛いな、なんか。あー、ガキの方もいるぜ。空の口だ。え、可愛い。あ、この種族こんな可愛い。わ、すげえ可愛い。なにこれ。この種族こんな可愛かったんだ。へえ、あー、すげえ。え、捕まえよっかな。めちゃぐちゃぐちゃやってるけど。さすがポワグジョ。よし。じゃあ、一発、おら容赦ねえ、後頭部への一撃。オッケー、捕まえた、よっしゃ。そして、お母さんの元に連れてってやるよ。おらよっしゃ。どうかな。あー、出た。こいつ。あら、あれ、あー、逃げちゃった。え、なんか、あれ、攻撃されてる。あれ、あ、敵対した？ポワグチョ。あ、子供を攻撃すると敵対するのか。おお、なんだ、おお、危ねえ。殺す気か。めちゃくちゃ殺意のある技使われた。いや、ごめんて、ごめんて。あ、おい、ガキいたぜ。左手は添えるだけ。よし、グッてしろ、ランコ、グッてしろ。よーし、やったー。ニコー、わ、ニコー、空眺め。いい天気ね。そうかな。お、あ、あ、パラセクトだ。え、でかっ。え、え、あれ、ナチュラル？ナチュラルパラセクト？ナチュラルであのでかさパラセクト？え、どうなん？え、でも確かにパラセクトってこれぐらいでかいイメージあるわ。うわ、すっげえすっげえ。え、でっけえ、パラスに比べて。あ、目赤いわ、親分だ。あ、なんだ、でかくてこれなのか、パラセクトって。いや、なんか素でこれぐらいあるイメージあるけどな。え、捕まえようかな、捕まえようかな。レベル30。あ、いける、捕まえよう。おら、よし、不意打つ。あー、あ、口あるの、パラセクトって。え、びっくりした。え、今口開いてなかった。あ、パラセクトの口ってそこなの。よし、サミン取った。オッケー、でかいぜ。いや、レベル3じゃいけるでしょ。あ、ほらほらほら、なんか目の下口あるんだけど、パラセクト初めて知った。そこ口なんだ。念力、よし、オッケーな。いいダメージ、いいぞいいぞいいぞ。催眠が効いている。念力でより弱らせる。オッケー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 、いいぞいいぞいいぞ。で、驚かすいくか。精神的にも痛めつける。ほら、よし、おお、危ねえ、ギリギリ急所に当たってる。どういうこと、驚かすが急所。押しザクロス、押し、大丈夫。ビビりすぎてむせたの。いや、これいけるんじゃないか。いや、かなりこれ以上ないってぐらい弱らせてるぞ。いけらんか、捕まるのでは。お、よっしゃ、あった。親分2匹目だ。ドスバッサシに引き続き。あ、結構いけるんだな、親分も普通に。捕まえられるな。よいしょ。おおおおでっけえ、これはすげえ。いてててててヘラクロスだ。わわわわわ、でっけえでっけえでっけえ、かっけえかっけえ。レベル45。あ、レベル45。え、かっけえ、でっけえ。これ欲しい、ランコマンはこれ欲しい。え、てか全然全然攻撃してこないんだけど。えいーって、これいてててて。これえいーって、これえいーってやるだけで。なんだ、あー、逃げる、逃げるんかい。おい、じゃあランコの圧に負けて、えいー、またそれだわ、ずっとこれだわ。あ、ランコも負けずに、メンチの切り合い、ガンの飛ばし合いだ。先に目をそらした方が負けよ。あ、逃げた。待てこれ、あたいのメンチ切れ対決から逃げるとはいい度胸だね。思い知らせてやるよ。さて、とりあえず、あ、これやるとメンチ上がるんだ、なるほど。あ、じゃあ力技催眠術いったれ出ません。力技、強引な催眠、強引なデパスン、両方要領を守って正しくお使いください。いいぞいいぞいいぞ、よし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 、お、いいね。効いている眠気が、いや、眠って催眠強えな、やっぱ念力。どれぐらい、あ、抜群だ。あ、そっか、格闘入ってんだ。
お、いいぞいいぞいいぞ。お、めっちゃ寝るね、おい。夜更かししたな、さては昨日。響いてんな、おい。お、いいぞいいぞいいぞ。マジで動かない、マジで動かない。よしよしよし。え、このままいけるか、このまま赤まで削りきれるかな。あー、寝やがった。おい、自主的に眠った。あ、マジか、眠る覚えてんのか。おー、次の前やべ、眠る覚えてんのか、ちょっと厄介だな。あー、どうしよう。いや、ってことは催眠あんま意味ねえな。いや、まあ、とりあえず行けるとこまで。いや、眠るは結構その PP が少なかったはずだから。おお、早技。なに、おお、早技の眠る。伸びたか、お前。なんだ早技の眠るって。いや、でも眠るはその PP が少ないはずだから、多分しばらく使わせれば弾切れになるはずではあるんだけど。いや、めっちゃ寝るじゃん、なんだこいつ。寝る子は育つってか。そんなに寝るから大きくなったのか。ほら、まあ眠気を抱えてる間に、お、早さ。いや、だからいいって。もいや、なんなのこいつ、マジで眠ることしかしないんだけど。戦いを放棄してる。いや、剣の前と眠るばっかじゃねえか。マジでずっと寝てるな。あ、セミタックル来た。あ、あ、オッケーオッケーオッケー、ゴースト、ナイスだよ、テパさん。よし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 、いけ。いや、捨て身、おー、ナイス、急所。いや、捨て身使ってきたってことは、眠るの PP が、おい、眠るの PP 切れた。え、攻撃技もしかして持ってない。おい、テパスに通る技持ってないんじゃないか。おー、どかす。よしよし、赤ゲージ、よし、いいぞいいぞいいぞ。いや、いけそう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 。いや、ギャロップも捕まったからな、赤ゲージにして眠り状態だったら。いや、いけんじゃないか、アランコ。捕獲テク見せてみろ、どうだ。うっ、あー、マジか。いや、でもまだまだまだチャンスある。うん、畜生、マジか。あ、切り裂く。おいおい、待て、こいつデパスに効く技持ってねえぞ。いや、切り裂く、眠る、捨て身タックル、剣の前だろ。いや、デパスに通る技持ってねえじゃん、これ。おら、いや、そろ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 、いや、捕まえるまでやめねえぞ。よっしゃ、あった。イエーイ。いや、待って、デパスがガン刺さりしてた、ヘラクロスに。やったー。いや、デパスン強えなー、なんか捕獲要員としてすげえ優秀だな。てか催眠術は強い、なんか本作強い気がする。メラミン、いや、もうメラミン進化させるタイミング失っちゃったなー、ちょっと。いや、めちゃくちゃレベル上がっちゃってるからさ。これ以上強くしていいのかっていう感じあるね、現段階で。よしよし、そんでバッサシ。でけえ。と、パラセクト。おー、あー、ちょっと待って。ドスバッサシにかぶっちゃってる。パラセクト出し直そう。おい。よしよしよし。いや、こうして見てもドスバッサシでけえな、マジで。エラクロス。お、でけえ。うわー、親分ポケモン3匹。いや、でかいでかい、すげえ。うわー、てかめっちゃでかいヘラクロス、すげえいいなー。うわー、かわいいかわいい。いや、なんかでかかわ。パラセクト、そこ口だったんだなー。あ、座ってる、あ、座り方めっちゃかわいい。うわー、いや、でもパラセクト印象変わるわ、あそこ口だったんだ。そこ口ってするとすげえなんか見た目の印象変わるな、パラセクト。日光してるじゃん。めっちゃ日光してる、パラセクト。え、これ喋んの？向かい合ってるけど。あ、あ、会話してた、なに。ちょ、なにこの優しい世界。野菜生活。おい、吹き出しかぶってんだよ、お前。黙ってろ。ランコの顔に吹き出しがかぶるだろうが。おっさん、ちょっと黙ってろ。今この優しい世界を眺めてるんだよ。あ、おい、喧嘩すん、おい。
かぶすなってだけ。お前黙っとけ。なあ、ヘラクロスなあ。かぶすなって。聞くよ、おいっす。お、どう、怪しし様のあごひげ。いい匂いする。バサギリを沈める三段、銀河団に建てられたというのかね。なんか、なんだっけ、鉱物をまとめて、あ、パクパクしてるランクが。何、バサギリの鉱物を投げつけやすいよう加工する。うひょー、なんて着想。銀河団が持ち込んだ科学の力って、あっあ、今作の科学の力ってすげえ、おじさん菊井なんだ。バサギリに鉱物を食べてもらえるなら俺も手伝う。さあ作るとするかね。おじさんってか子供だけど。こら菊井、私を待て。あ、カイちゃん来た。鉱物集めてくれてんだっけ、この二人が。約束通り、バサギリの鉱物コロコロ豆を持ってきたよ。お、でかした。鉱物かわいいな名前。あ、申し訳ないね、カイさんのこと忘れていたね。忘れてたのかい。いや、覚えててあげろ、リーダーだろ。私たち真珠団の問題解決できないなら、うん、銀河団に任せるしかないけれど、うん、まあ、一応やらせてやろうってことで。だが本当に任せてよいのかという思いも悩みにあるんだ。いや、まあでもどうしようもないでしょ、カイちゃん。銀河団と私たちとでは風習も考え方も異なるから。なんかモンスターボールに入れるの反対派。あ、そこでだ、あなたを試させて。お、試す。モンスターボールで捕らえたポケモンを刺激して戦うようだけど。刺激、私にも兄弟とも言える頼もしいポケモンがいるからね。あ、ポケモンバトルっすか。いいっすよ、やろうよカイちゃん。私とグレイ、あー、グレイシア持ってるの。バサギリの、あー、いいじゃん、見して見して見して、グレイシア見して。あ、やっぱ今作もイーブいるんだね。どうする、戦うの戦わないの、どっちなんだい、ランコの筋肉。戦う。グレイシアの強さに心の底から震え上がって。オッケー、震え上がらせてくれよ、グレイシアの強さによ。あー、かわいいねえ。いけ、桃侍、よっしゃ行くぜグレイシアちゃん。お、あ、早ーい、じゃ早川ミステリー文庫。え、あ、ちょっと待って待って待って、ちょっと触らせて、ちょっともみあげ触らせて、そのもみあげみたいな可愛いとこ触らせて、乗せて。いや、逃げないでってば。え、いいなぁカイちゃん、服も可愛いけりゃ連れてるポケモンも可愛いのかよ。え、マジ EV どこで撮ったの教えてよ。